はい、タンタンです。今日はアーチトップピックギターですね。こちら、ロアの、モデルが LH700 の VS、 こちらのモデルをご紹介したいと思います。もともとね、マンドリンの方で、いろんなモデル有名になっているロアというブランドなんですけれども、やっぱ同じように単板の、ね、削り出しで、こういったアーチトップのアコースティックギターも、こうやって出してたという感じですね。あんまり日本には多く入ってきてないので、なかなか見る機会ないかもしれないんですけれども、なかなかこの辺の面白い作りで、最近ね、アコースティックのピックギターっていうのを作ってるメーカーはあんまりないので、まあ、この辺入門用としては非常に、面白いギターじゃないかなと思います。音の方も結構しっかりとした。した感じっていうのはもうちょっとウォームな感じの音色かなと思います。結構ね、16インチぐらいのボディかな。こんな感じで裏なんかはこんな感じで、結構トラメが綺麗に出てる、こんな感じのモデルになってますね。ネックなんかも結構ちょっと分かりにくいかな。ネックもちょっとこうトラメなんか出てて、なかなか高級感のある、作りになってるんじゃないかなと思います。でネックはね、結構幅広で、V ネックです。結構 V ネックですね。しっかりとした、まあ、古い30年代とかのね、ギブソンとかあの辺のイメージしてもらえると分かりやすいのかなという感じのネックシェイプになっています。こんな感じですね。中古ではありますけど、そんなに使ってなかったのか、状態としては、ね、そんなに悪くないというか、非常に綺麗な状態じゃないかなと思います。よいしょ。最強バックと。こんな感じで。まあ、あんまりフレットもね、ほとんど減って、まあ、どうだろう。ちょっと多少人間あたりあるかな。でも、ほとんど減ってるとこなくて、音詰まりももちろんないので、非常に、これからガンガン使っていける感じかなと。で、弦高についてはね、そんなにこう低くセッティングできるような作り、ネックの差し角にはなってないようです。差し込み角が非常に浅くなってるんで、ブリッジの高さも、まあ、アーチトップとしてはこれぐらいなんで、そんなにがっつり高い感じではない状況なんですね。で、その中で今現行そのものがでしょ、6弦側で 2.6 ぐらいですかね。で、1弦側で 2mm ちょっとぐらい、 2.12 ぐらいですかな感じの現行のセッティングになっているので、まあ、こういった感じで使うのもいいですけれども、例えばオープンのチューニングでスライドなんかで弾いても非常に雰囲気出る面白い楽器じゃないかなと思います。ということで、ロアですね。ロアの LH の700の VS ヴィンテージサンバーストですね。こちらの方店頭にて販売しておりますので、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。